アンソニー・トーマス・スラマは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オレンジ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。2006年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから39巡目指名され、入団した。2007年は、参加のルーキー級エリザベストンツインズで開幕も、迎え、6試合に登板した。その後、A 級、 ベロイトスナッパーズに昇格し、21試合に登板した。2008年は A 級フォートマイヤーズミラクルで51試合に登板し、4勝1敗、防御率1.01を記録した。2009年は A 級ニューブリテンロックキャッツで開幕を迎え、51試合に登板した。その後、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに昇格し、11試合に登板した。 2010年7月20日にメジャーに昇格した。翌21日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューを果たした。2011年は開幕をトリプル A 級ロチェスターで迎え27試合に登板した。メジャーでは2試合に登板した。2012年はトリプル A 級ロチェスターで31試合に登板した。 この年はメジャーで登板することはなかった。2013年はトリプル A 級ロチェスターで14試合に登板した。成績不振のため6月13日に解雇された。2013年7月5日にアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約を結んだ。ここでは13試合に登板した。2014年2月17日に 同リーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約を結んだ。ここでは17試合に登板した。2014年8月15日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。参加の AA 級チャタヌーがルックアウトへ移動された。ここでは5試合に登板した。オフに FA となった。ありがとうございます。